ゆっくりダイアリー。2022-23シーズンスタート。ということで、やってきました軽井沢プリンスホテルスキー場。センターハウスは整備の行き届いた綺麗なトイレ、近くのファミマにはウォシュレットがないので要注意、水圧も十分。遊びで2枚9000円のチケットでレッツゴー。今回はこちらの3人で遊んでいくよ。コースは人工雪で、すでに2コースがオープン。久しぶりの雪、気持ちいい。パークも初めからあるので突入。まあ新鮮円なんてこんなもんよ。なんで言ってある3人じゃなかったので今度遊ぶね。最高に楽しかったよ。最後はみんなでハイファイブ。今シーズンもよろしくお願いします。